こんにちは、吉谷さん。翔太の寿司っていう漫画があったのをこの前もちょっとお話したんですよ。それは昭和から平成初期にかけて、なんかその寿司修行する、そういうね、漫画でありドラマだったんですよ。で、寿司修行って付け場に立つまでに何年も何十年も修行するんですよね。で、最初にお店の修行デッチ奉公として入って、店先を掃除するところから始まったり、お客さんの名前を覚えたりするところから始まったりね、下積みって言って仕事とかネタの仕入れとかっていうのに付き合わされたりとかで、兄弟子にね、ものすごくしごかれたりとかっていうのがあって、技は見て覚えろ、教えようと思うなとかね、教わろうと思うなみたいなことがあったりとかして、まあ頑固な世界なんだなと思ったんですけども、そのお寿司の世界ね、最近では回転寿司とかでアルバイトの高校生でも、それからパートを初めてやるような主婦の方でもシュッと握ってパッと出してね、で美味しいわけなんですよね。価格も安いし、そうなってくると昔ながらの寿司屋って今はもう求められてこないのかなっていうところがあってね。で、だんだんこの翔太の寿司っていう漫画もね、終わっていったなと思ったんですけども、でもこれのね、パート2があるっていうのを知って、最近ね、まあ昨日から今日にかけてなんですけども、インターネットで漫画を見てるんですけども、これがねすごく面白い。というのが、その昔ながらの寿司職人がだんだん世の中から失われていってね、もう今からはね、お寿司って言っても日本人が食べるものではなくて世界中の人が楽しむものになったから、世界の人の感覚に合わせてお寿司っていうのを作っていかないといけないから、お寿司にそのなんていうの、フルーツをかけたりとかね、ソースをかけたりとかね、なんかいろんな食材を混ぜこぜで作ったりとか、形も本当バラエティ豊かなんですよ。で、そういうのを日本の寿司職人が、こんなのは寿司じゃねえとか言ってね、頑固一徹で、俺は親方からな、厳しい中修行して教わったこの寿司があるんだ、バーンってやっても、食べる人って本当の一部しかいなくって、だんだん衰退していくんですよね。で、寿司職人が頑固にその道を守るのはいいんだけども、その寿司職人についていく家族や周りの人を不幸に巻き込んで不自由させるのは、それは粋なのかな、どうなのかなと。武士は食わねど高ようじってあるけども、結局商売って成り立っていかなければ多くの人を不幸にすると思うんですよね。まあ、その中でこの翔太の寿司っていうその続編っていうのはね、すごく面白く、すごくね、上手にね、今の時代とこう噛み合わせて書かれてるんですよ。それは長年寿司職人で育った人が自分の店を持つようになって、よーしっていう時に、なんか来てくれたお客さんがね、なんでこのお店のお寿司は回ってないのとかね、ハンバーグのお寿司が食べたいみたいな子供がいて、それで寿司職人がものすごくがっかりして、あ、やっぱり俺の時代終わったのかなって思わせるところからなんですよね。で、まあフランスとかパリとかに出店したその寿司の勢力が、その海外の寿司勢力に押されて、日本人ってのは頑固に伝統とか文化とか言ってるけど、それをやってる限りね、能とかなんか古典芸能とかと同じような世界で、国からの補助金がないとやっていけないような、そんなものになっていくよ、とてもじゃないけども商売とは言えないようなものになっていくとか、なんかそういうやり取りがあって、結局寿司職人のプライドっていうのは、しかめっ面で寿司を握って親方の顔を思い浮かべながらね、厳しい修行を思い浮かべながら握るんじゃなくって、目の前のお客さんが楽しみたい、美味しく食べたいっていうものをいかに満たすかっていうことが忘れてはいけないようなね、寿司職人の心だから、だから寿司の道を守ることに頑固になるんではなくって、そうではなくて、お客さんが何を楽しみたいかっていうところに、考えをどんどん広げていかないといけないよってことだったと思うんですよ。これ商売でいうと真っ当のことですよね。でも職人肌になってくると、なかなかそれが思えないってことがあるんだろうなと。まあまだ続きなんでね、なんか面白く書かれてるなと思いながら今読ませてもらってます。翔太の寿司でした。